ゼリアさん、ライブお疲れ様で、本当はみんな言いたかったと思うんだ、仙台で。でも今回新型コロナウイルスの影響でユニットライブアドベンチャーゼリアさんライブが中止になってしまったのは本当に、実際みんなファンの方々ショックだった。そのショックを受けていた時にアジリアのキャストの方々が一番のね、ファンの皆様の体調が一番大事だということを、ね、ツイートをしてくれて、ものすごくもうやりきれない気持ちというかありがたかったし、でも実際みんな仙台に行って見たかったゼリアさんがあってね、キルキストシャロンはライブを成功させたのにゼリアさんだけできないっていう、このやるせなさ実際あるんじゃないのかなって、3人ともスタッフの方々もそのライブに関わった方々が準備を着々と進めてきてくれた中で今回こういったことになってしまったんでね、まあ言ったら私建前上じゃないですけど、表面上ではない大人な対応しなくてはいけないなんですけど、個人のね思いだったり時間になった時にアジリアさんやっぱり悔しいでしょう、うん、やっぱり歌とダンスだって絶対準備してきてくれたはずだし、すごいもうレッスンになってやってきたはずなのに、しかもキルキストシャドウはなんとかできたのにアジリアさんだけできないっていう、3人とも悔しい思いがあると思った。でも僕らファンは5月の埼玉スーパーアリーナでさらにアジリアさんに会いたいという思いが強くなって、それが開催できるかもちょっとまだわからないんですよ。もしそれが開催できた暁にはもう一番の声援を盛り上げたい。もしかしたらちょっと今回こういったことになってしまって、もうメンタルがストレートな話落ち込んじゃってるかもしれない。3人とも息抜きが必要だったかもしれない。こういったことになってしまっていきなり目標に向かって進んでたものがね、ちょっと予想だにしなかったことで全くなくなってしまったっていう時に、どうしてやっぱり人間って意欲が失ってしまうじゃないか。ただアゼリアさんプロだからファンの方々を思ってそういうことはないのかもしれない。いやでも少なからずそういう気持ちがあったら、小宮さん、諏訪さん、高槻さん、最高の地でね、一緒に沼津に行かないか、一緒に淡島マリンパークに行かないか、アジリアさん応援してます、頑張ってください。